岩松直順は、室町時代後期の大名。上野国金山城主。干渉2年、岩松秋炭の子として生まれる。名前の読みや、元福寺の年代から考慮して、直の字は、室町幕府の将軍、足利義直から返記を受けたものと推測される。祖父の岩、松家順が、幕府寄りの人物で、父の名順も幕府に出資しており、さらには、 七月前に迎えた母方の荷川和が、室町幕府の万所代を世襲する家柄であった、ことから、これらの縁によるものとみられる。父、名順は祖父、家順と古学坊への対応をめぐって争った末に、拝着されたため、その子である、小順が家順の志士となった。明王三年に家順が死去すると、家督を継いで当主となる。ところが、 家臣の横瀬氏の対等を抑えきれず、主導権をめぐって対立する。明王四年で、横瀬成り主家、京義夫氏と衝突しているが、長尾ふさきの家政もあったにもかかわらず形勢は不利で、あり、小学坊、足利主氏の仲介を受けて、家督を、この正積に譲った上で、強制的に隠居させられた。その後はレンガに熱中、栄昇六年八月に、 日田僧に滞在した僧長とレンガを模様している。なお、葬儀が中心になって編纂した新鮮筑波集にレンガ九種が採用されている。英章八年に死去。去年五十一。群馬県大田市の正連寺に文記元年年期を持ち、レンガのホック三句を書き付けた自画像が残っている。模本でしか残っていない雪州の自画像とともに、 日本で最初期の自画像として貴重。また、東国武士のレンガにおけるマナーの低さを嘆き、レンガ解析式と呼ばれる作法書を記している。ありがとうございます。